ドジャースの大谷翔平選手がこの日、本拠地フィリーズ戦に1番 DH で先発出場。第3打席の2塁打の直後に三盗を決めるなど足でも見せると、第4打席には左中間スタンドに飛び込む34号ソロを放つなど、チームの勝利に大きく貢献。この日は3打数2安打2打点1盗塁で、今季打率は3割0分9厘、 OPS は 1.029 となりました。試合はグラスノー投手が6回3失点投球で流れを作ると、打線も奮起。フリーマン選手の復帰と三男マックス君の回復を祝うように、5対3で勝利を飾りました。そんな中、チームメートだけでなくファンや敵軍からも祝福を受けたフリーマン選手が、涙を流しながら語った本音が話題となっています。またこの日も素晴らしいホームランを放った大谷選手に対し、レジェンド OB が語った本音に大きな注目が集まっています。本日も大谷選手に関する海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。レジェンド OB も大谷を大絶賛。4対3で迎えた8回先頭で、フィリーズ2番手左腕バンクス投手と対戦した大谷選手、カウント1ボールノーストライクからの2球目のチェンジアップをフルスイング、速度 107.4 マイル、飛距離384フィート、打球角度37度の打球は左中間スタンドギリギリに飛び込む34号ソロとなりました。この本塁打を地元メディアドジャースネーションも、夏も終わりに近づいているが大谷翔平はまだドジャースタジアムで火を吹いている、10月に入ればもっと良くなるだろうと興奮気味に伝えています。30-30を達成したばかりの大谷選手ですが、この調子なら40-40もすぐに達成してくれそうですね。ネット上では、たまにはこういうフェンスギリギリのホームランもいいね、いつもお釣りが来るくらいの飛距離のホームランが多いからちょっと得した気分、調子が上がってくる時の前兆となる久しぶりの左中間の打球、どんどん調子を上げてほしい、カモン翔平。フリーマンの復帰をグラスノーの勝利と大谷の34号バックスクリーン弾で祝った最高の試合だった。やっぱりフリーマンの存在は大きい。これで山本由伸が復帰すれば、また強いロサンゼルスドジャースが戻ってきそう。これからも楽しみ。なんだかんだと言われる大谷だけどさ、やっぱりチームのためにやってくれる男だよね。フリーマンが戻ってきたし、グラスノーとの約束もある。どちらにも捧げる素晴らしいホームランだった。このままいけば40-40も余裕でいけそうだし、三冠王だって全然夢じゃない。 DH 初の MVP も取っちゃおうよ、最高と称賛の声が並びました。この大谷選手の一発には、解説を務めていたレジェンド OB たちも続々と驚きの声を上げています。メジャー通算696本塁打を誇るヤンキースのレジェンド OB アレックス・ロドリゲス氏は、大谷がまた打ったみたいだねと笑顔で前置きした上で、解説で次のように話しました。大谷のバッティングは本当に異常というほかないね。僕もホームランはそこそこ打ったんだけど、知ってる、それでも彼のように打つことは不可能だと感じるよ。あのフィジカルとフォーム、メンタルは驚異的だ。大谷がパーフェクトだと言われる理由がよくわかる。しかも彼が素晴らしいのはバッティングだけじゃない。彼はすでに30を超える盗塁を決めている。今日も決めた。足でも得点を奪うことができるんだ。勝負しても歩かせても得点につながってしまう。ピッチャーからすればこれほど怖い相手もいないだろうね。その上、もう彼はスピードボールを投げているって聞いてるよ。リハビリも順調のようだね。だけどリハビリをしながらこれだけの活躍をするなんて、常軌を逸しているよ。彼には限界なんてないようだと信じられないといった様子で語りました。また現地メディアのライブ解説者を務めたデビッド・オルティズ氏は、大谷選手のこの日の一発を手放しに称賛。メジャー通算541本のホームランを放った経験談を交えながら次のように話しました。普通の選手だったらあの打球がスタンドに入ることはないだろうね。翔平の素晴らしさが凝縮されたようなホームランだった。すごすぎて誰か翔平を止めてくれって思うことがあるんだ。翔平が打った瞬間に球場が一瞬静まり返る感じがたまらなく好きだよ。それほど注目されているし、みんなが翔平に期待しているということなんだ。僕もずっと翔平を見てきたけど、
いつも新たな驚きを与えてくれることに感謝してるんだ。このような才能を同じ時代に見られることにもね。そして翔平は本当に謙虚で素晴らしい人間でもある。何度か話をさせてもらったけど、とても気持ちのいい男だった。信じられないような活躍をしているのに、目立とうなんて少しも思っていないんだよ。プレーだけじゃない、全てが伝説級だよ。だからみんなが翔平を愛しているんだと、素晴らしいプレーと人間性を褒めちぎりました。戦線復帰を果たしたフリーマンが涙の本音。そんなこの試合、ドジャースの主砲フリーマン選手の三男で難病ギランバレー症候群を発症したマックス君への思いが込められたマックスストロング T シャツが選手や監督に配布され、練習で大谷選手やカーショー投手、ベッツ選手らが着用しました。ロバーツ監督によれば、婦人会の世話役で球団職員のパトリシアさんが発案したということで、この T シャツを見てとても嬉しかったし、これを着ることで全員が彼をサポートしているという姿勢を示していると指揮官も嬉しそうに語っていました。フリーマン選手はこの日チームに合流すると、試合前約30分にわたって会見を開き、悪夢のような瞬間から回復に至るまでを克明に語り、何度も声を詰まらせて涙を流しました。胸に記されたマックスストロングの文字を見て、フリーマン選手は何度も嗚咽しながらタオルで涙を拭いました。愛息のマックス君が難病のギランバレー症候群を発症。フリーマン選手は25日に遠征先のヒューストンに向かいましたが、容態が悪化して急遽カリフォルニアに戻っていました。マックス君は一時集中治療室に入り、全身麻痺を起こし人工呼吸器もつけていました。一番つらかったのは3歳の息子が呼吸に助けを必要としているのを見ることだった。自分や妻のチェルシーが変わってあげたいと何度も思ったと、当時の悲痛な心境を吐露したフリーマン選手。家族が苦しむ姿を見るのはこれが初めてではありませんでした。フリーマン選手は10歳の時に母親を皮膚がんで亡くしています。僕は人生で多くの経験をしたけど、母が亡くなったことも今回のこともこんな辛いことは比較はできないと涙。マックス君を看病している時は野球のことを考える時間はなかったといいます。ドジャースファンは嫌だろうけど、あんな光景をもう一度見るくらいなら、ワールドシリーズ第7戦の9回裏満塁の場面で3億回連続で三振した方がいい。この言葉からは、何よりも家族が一番大切だというフリーマン選手の思い、優しさが伝わってきます。その後マックス君は治療や薬の効果があって容態が改善し自宅に戻りました。22日に足を引きずっているのに気づいて病院に行ってからは約10日間ほど、フリーマン選手は悪夢から希望に変わったあの瞬間を思い出して言葉を詰まらせました。水曜日の午後10時46分だった。忘れもしない。彼は人工呼吸器を外し自分の膝の上に座った。もう一度息子を抱くことができたんだ。あの子が生まれてマキシマスという名前をつけた時、どんなに強い子になるんだろうと思ったけど、3歳でそれを証明されるとは思ってなかったよと言葉を詰まらせながらも感動を語ったフリーマン選手。第1打席にバッターボックスに立った際には、チームメイトやドジャースファンだけでなく敵軍やそのファンからもスタンディングオベーションで迎えられ、手を挙げて応えました。試合後、大谷選手は、フレディが帰ってきた1試合目で勝てたというのもチームとしてすごく大きいと思いますと頷くと、フリーマン選手が第1打席でファンからスタンディングオベーションを受けたことについては、みんなが応援していたと思うし、これからリハビリもあると思う。みんなが応援しているよというああいう歓声は素晴らしい。見ている方も素晴らしいと思う瞬間だったと喜びました。やはりチームの大黒柱であるフリーマン選手の存在はとても大きいようです。そしてそれを祝福するような大谷選手のホームランとチームの勝利、この日の勝利は数字以上に大きな意味を持っていたと思います。ここからどんどんと調子を上げていってほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。